辻正信10月11日没年不詳、1963年頃は、日本の陸軍軍人、政治家、陸士36期主席、陸大43期大し、軍人としての最終階級は、陸軍大佐、ノモンハン事件、太平洋戦争中のマレー作戦、ポートモレスビー作戦、ガダルカナル島の戦いなどを参謀として指導した。軍事作戦指導では、 作戦の神様、軍の神様と称えられた。その一方で、指揮系統を無視した現場での独善的な指導、部会の責任を押し付け、自決の教養、戦後の戦犯追及からの逃亡などについて批判がある。敗戦後は、数年間を国内外で潜伏した後、戦記を上司し、ベストセラーとなった。政治家に転身し衆議院議員、参議院議員を歴任した。 参議院議員在任中の1961年4月に、視察先のラオスで行方不明となり、1968年7月20日に死亡宣告がなされた。石川県に江沼郡東谷奥村今立で4人兄弟の三男として生まれた。父の亀吉は炭焼きで生計を立てており、集落の中でも比較的裕福な家庭であった。 山中高等小学校から苦学の末、1918年、名古屋陸軍地方幼年学校に、補欠で入学したが、主席で卒業した。陸軍中央幼年学校では、西武一らが同期に当たる、陸養を経て、陸軍士官学校に入学し、余暇2年間を終了後には、士官候補生として、金沢を英術とする不評第7連隊に6ヶ月、配属され、 その後、本会へと進み、1924年7月に、陸士を卒業した。幼年学校と同様に、士官学校も、主席で卒業しており、恩師の銀時計を排除している。見習い士官として、不評第七連隊に戻り、3ヶ月後に、不評少尉に任官した。1927年10月に中尉に進級し、1928年に、陸軍大学校に入学。 1931年11月に卒業した。陸大卒業席時は3位であり、恩師の軍刀を排除した。陸大での同期には、秩父宮洋人氏新郎がいる。辻が、不評第七連隊に戻ってからしばらくして、中華民国の上海において第一次上海事変が発生した。不評第七連隊を霊下に置く第九師団も動員され、辻は、第七連隊。 第二中隊長として上海に出生、負傷。翌年5月に上海停戦協定が調印され部隊が日本に帰還した後には、師団を代表して実戦の様子を開校者で演説し、新聞でも辻野名が報じられている。同年9月には参謀本部付となり、編成班で勤務した。詳細は陸軍士官学校事件を、 三章編成及び動員を担当する第一課において当時課長を務めていたのは東条秀樹大佐であった。辻は1933年8月に大尉に進級し、12月に参謀本部部員となり、第一部第三課に転じた。1934年9月になると士官学校の幹事に転じていた東条の誘いを受けて陸士本課の生徒隊中隊長に任命された。 この人事は英典であるモスクワ駐在部官職を断っての決断であり、また老体が多い生徒隊中隊長を陸大卒のいわゆる天保選組が務めるのは前例がなかった。住宮が陸士本科に入学する予定であったことが関係しているとみられる。実際に住宮は辻が中隊長を務める第一中隊に配属された。辻は演習で 自ら生徒と共に泥まみれになるなど指導に力を入れたため生徒間での人気は非常に高かった。当時の主管学校は1932年に発生した5.15事件の影響もあって、軍部による国家革新を目指す国家社会主義思想が広まっていた。そのリーダー格であった第二中隊の武藤与一候補生は行動派に属する陸大の村中次大や磯部 朝市一党主系とも接触しており、さらに陸士第一中隊の佐藤勝郎候補生にも声をかけた。佐藤から報告を受けた辻は、生徒隊長の北野県づくりに報告した上で、佐藤には内定を命じた。佐藤、武藤と数名の候補生は、磯部朝市、西田三次、村中隆次らを訪問し、しばらくして村中平は青年将校と、 士官学校生徒によるクーデター計画を打ち明けた。この情報を得た辻は、参謀本部の片倉正司少佐及び憲兵司令部の塚本誠大尉に通報した。さらに辻は、塚本と共に、陸軍次官、橋本虎之助中将の感謝へと赴き、容疑者の摘発を強く主張した。憲兵隊は、村中高次大医、磯部朝一党主系、片岡太郎中尉らを逮捕し、 佐藤、武藤候補生らも、軍法会議にかけられることになった。辻がスパイとして利用した佐藤を含め、陸士生徒5名が、対抗処分を受け、青年将校らには、不起訴、停職処分が下された。辻には重金庫30日の処分が下され、その後、水戸の不評、第二連帯付けとなった。村中らのクーデター計画は、 具体性に乏しいものであったことが、後の憲兵隊による調査で判明した。村中と、磯部はこの事件が軍務局長、長田鉄山と、辻らによるでっち上げであると主張し、辻、片倉、塚本を不国罪で告訴した。さらに二人は、事件の経緯を書いた、宿軍に関する意見書を配布したことで面観される。この陸軍士官学校事件。 正木神座ンザ・ブロ大将の教育相関秘面、相沢事件を経て統制派と行動派の対立は、頂点に達し2.26事件の発生に、つながることになった。2.26事件後の1936年4月に、片倉忠し少佐の圧戦によって、関東軍参謀ぶつけとなった。兵団を担当する、第三課に配属され、満州事変の経過や戦術を詳細に解析している。 満州国共和会の基本理念を固めるために上京した際には当時参謀本部で戦争指導課長を務めていた石原幹事と面会、万望についての理念を石原から表示された。石原との出会いは辻にとって衝撃的だったようで、これ以降、生涯にわたる石原崇拝が始まり、辻は石原のことを同志と呼び人生最大の尊敬を向けることになる。 9月、上田賢吉大将と、板垣聖四郎中将の名で、満州帝国共和会の根本精神なる声明が、パンフレットとして、石原信奉者であった辻の筆により出された。法令により直接に規定する根拠がないのに、共和会を共産党のように政府をも指導する機関と規定し、さらに、関東軍司令官を、鉄人と書き、大問題となった。これに抗議して、 当時の満州国総務庁長,長、大立茂を文字認し、関東軍もパンフレットを必死に回収した騒動があった。1937年5月には、満州事変後に法典郊外の寺に安置されたまま弔われていなかった、調査人の葬儀を、共和会の名で取り行っている。同年7月7日に発生した路甲橋事件を、きっかけとして、国民革命軍と、 シナ中東軍との間に戦闘が発生すると、辻は関東軍の参謀長、東条秀樹や高級参謀、片倉忠だらに同調して、戦線拡大を主張した。この際、作戦主任の池田住久中佐に対しては、自らが爆撃機に乗って中国軍を爆撃すると申し出、この独断専考に驚いた池田が、そのようなことをすれば、戦闘機を用いて、 お前の飛行機を撃ち落とすと話したためこれを断念している。7月末には死が中東軍への転出を実践し、8月に新たに編成された北品方面軍参謀となった。上下を問わず、不良軍人狩りを実施し、後期粛清に努め、兵士や平民から今読見と公文と評された。また、王朝明政権への秘密工作を実行した。しかし、 上司である北品方面軍高級参謀の下山託馬大佐と以前トラブルを起こしていた経緯があり、11月に関東軍作戦参謀に転じた、1938年3月に少佐に進級した、野門藩事件も参照1939年4月に満祖国境紛争処理要項が布告された。これは作戦参謀の辻が起案し、関東軍司令官、 上田県吉大将が通達したものであった。ここでは、当時国境線が明確に決定されていなかった視点において、現地司令官が自主的に国境線を認定し、衝突が発生した際には、兵力の高に関わらず、必勝を期すことが記されている。犯さず犯しめざることを、満州防衛の根本とする、一万一課されたら、気を失せず要聴するなどの記述を、 辻は拡大解釈し利用することになった。5月11日、外蒙古と満州国が共に領有を主張していた、春墓東岸において、外蒙古軍と満州国警備隊との小規模な衝突が発生した。戦後の著書、の門藩において、辻は次のように記している。爆僚中誰一人の門藩の地名を知っている者はいない。目を皿のようにし、拡大鏡を持って、 ハイラル南方外網との境界付近で、ようやく、ノモンハンの地名を探し出した。この記述は、ノモンハンの出版当時、紛争に深く関わった、辻の無責任さをよく表しているとして強い批判の対象となった。ハイラルに駐屯する第23師団は要項に従って、直ちに部隊を増破し、衝突は拡大した。外、猛攻実質植民地としていたソビエト連邦でも、 ゲオレディ1コ府中将が第57軍団長に任命され、紛争箇所に派遣された。関東軍司令部では紛争の拡大を決定し、外モーコのタムスク航空基地の空爆を計画した。これを察知した東京の参謀本部は、電報で中止を指令したが、辻はこの電報を握りつぶし、作戦続行を知らせる変電を行っている。この電報の決裁書では、課長、 参謀長及び軍司令官の欄に辻の印が押され代理とサインされていた。参謀長及び軍司令官には代理の規定が存在せず、辻の行動は明らかに陸軍警報第37条の先見の罪に該当する重罪であった。紛争は重古府による攻勢によってソ連軍優位に進み、8月31日に日本軍は軽装地域から撤退。 9月16日に日ソ間で停戦協定が成立した。ノモンハン事件の和平交渉は12月7日から25日まで、ソ連の地下で続いて翌年に1月7日から30日までは、ハルビンで行われた。1月30日にはすべての交渉が終わり、署名を残すのみとなっていたが、ソ連、猛虎代表団は合意を覆して1月30日に帰国してしまった。当時、 満州国代表団に補佐官として加わっていた北川史郎は当初ロシア人は全く信用ができぬと憤慨していたが会議において満州国代表を務めた外交部政務市長の亀山十二から戦後になり辻が白系ロシア人を使って会議が合意した場合ソ連代表をボグダーノフ少将とソトモーコ代表ジャムサロンを殺害すると脅したことが原因であると聞いている 戦後、辻は戦争は負けたと感じた者が負けたのである。外交もまた負けたと思う者が負けるのであると記している。野ンハ犯事件では第23師団捜索隊長、伊予木栄一中佐や不評第72連隊長、坂井幹雄大佐など、辻によって自殺を強要された将校がいた。辻は捕虜交換によって戻ってきた将校たちにも自殺を強要した。 大谷慶次郎も捕虜から帰還した将兵に辻が自殺を強要していたとの噂があったと述べている。事件収束後、辻と関東軍作戦下を取り仕切っていた主任参謀、服部拓リ志郎中佐は辻は第11軍司令部付け、服部は不評学校府教育総監部付けに左遷された。第11軍司令部付けとなった辻は軍機係を命ぜられ、 夜の観光の街を厳しく取り締まった。第11軍参謀の山本光一少佐が頻繁に、両邸に出入りし情報収集台として、金銭を渡していたことを中央に告発し、山本が東京に召喚されるという事件があった。1940年8月に中佐に進級。辻は12月25日付で、南方作戦の準備のため台湾軍司令部内に新たに設置された、 研究部第一課に配属され、作戦に必要な戦闘方法等の研究や資料の収集、調査を指導した。1941年6月頃、参謀本部作戦部で第11軍に左遷されている辻を呼び戻そうとする動きが起こり、これに反対した参謀本部作戦課長、土井明夫は参謀本部作戦部長、田中晋一と対立。 同年7月1日付で、土井は転出し、作戦班長だった、服部拓志郎が作戦課長に就任した。台湾軍研究部は1941年7月に閉鎖され、辻は1941年7月10日に参謀本部作戦課の平坦班長に部任された。野門班事件の頃は、北進論者であった辻であるが、この時期は南進論者に表現していた。 畳谷栄太郎によると、1941年秋、日米首脳の直接会談によって、戦争回避を図った、この江文丸内閣総理大臣の爆殺を計画したが、直接会談は行われず、この江内閣も退陣したため、爆殺計画は実行されなかった。この時期になると、辻は石原の敵対者であった、東条秀樹内閣総理大臣に接近している。 太平洋戦争開戦後は、マレー作戦で第5師団の戦闘に立って、直接作戦指導を行い、敵軍戦車を奪取して、敵軍陣地突入を行った、作戦参謀としての任務を放棄し、第1戦で命令系統を無視して指揮を取ることに対して、第25軍司令官、山下智之中将は、マレー作戦中の日記において、この男、 やはり害強く、詳細に長じ、いわゆる小好き男にして、国家の大ナスに足らざる小人となり、使用上注意すべき男なりと辻を厳しく批判している。また、市川市大仙人を大国軍に変装させて、クアラカンサルまで大突破を図るという作戦に関与したが、この作戦は失敗した。本作戦において、辻は、起源説、天朝説、 陸軍記念日などの記念日に拠点を占領する日が来るような実情を無視した作戦計画を立て作戦部隊の混乱を招いている。シンガポールの戦いで英軍を破り、シンガポールを占領した日本軍は、市内の家境20万人の一斉検問を警備本部で嘱託として勤務した篠崎守や現地の陸軍将校も辻が企画、主導したと証言している。 高日文史の選別は、事前に取り決めた名簿に称号する方法で厳密に行われていたわけではなく、辻参謀が現場を訪れて、シンガポールの人口を半分にするつもりでやれと指示を飛ばすなど、粛清する人数そのものが目的化されていたため、外見や人相からそれらしい人物を適当に選び出し、多数の無関係のシンガポール家境が殺害された。辻の帰案した命令に対して、 河村サブオ昌南警備隊司令官などの指揮官たちは短期間に大量の市民から適正過人をより分けるのは不可能であると上層部に抗弁し、河村はその後も虐殺中止するように進言した。戦後のイギリスによる先般裁判において虐殺を命令した山下、辻、浅枝はいずれも裁判に姿を見せず、前述のように虐殺に反対して、 中止を進言した河村サブオ司令官とやはり虐殺に反対した大石正幸隊長の2名が現場の指揮官としての虐殺の責任を取られて先犯として処刑された上層部の命令の記録は残されておらず河村人氏は指揮官が虐殺反対の意思表示をしたことを証言したがその主張は認められなかった終戦時に バンコクにいた辻は逃亡し行方をくらませており、潜伏から再び姿を現したのは、両名とも処刑された後だった。マレー作戦終了後の1942年3月に、辻は参謀本部作戦下に呼び戻され、作戦班長となった。フィリピン戦線を担当していた、本間正春中将率いる、第14軍は、マニラ占領後に、パターン半島に籠もる。 米比軍の追撃を行った。しかしジャングルの悪環境や情報不足によって攻撃は一時頓挫し、東京の大本営では一部参謀を左遷し、さらに辻を戦闘指導の名目で派遣した。4月3日に開始された第二次総攻撃によって、米比軍は4月9日に降伏し、これヒドール島を残すのみとなった。4月9日に、米比軍指揮官エドワード・ピーキング中将が降伏を、 部隊に命じて、以降、米比軍兵士が続々と投降し始めたが、そのような中、連隊や兵団に、米比軍投降者を一律に射殺すべしという、大本営命令を伝達するとの命令が、第65旅団司令部から電話で伝達された。この命令を信じ、第122連隊のように虐殺を実行に移した、部隊もあった。ところが大本営は、このような命令を形しておらず、 本間中将も全く感知していなかったため、偽命令と分かった。当時、不評第141連隊長であった、今井武夫は、第65旅団司令部の高級参謀、松永梅一中佐から、その命令を電話で伝えられた。松永の団によると、辻が高等で、その命令を伝達して歩いていたとのことである。日本軍によって、バターンから移動中の多くの米軍人が過度に疲労。 重病化したために死亡したバターン氏の更進に関連した辻の偽命令による虐殺は戦後逃亡した辻ではなく人道主義者の本間正春司令官などが先犯として処刑されることでその責任を負うこととなった海軍からの要請を受け陸軍は新たに第17軍を編成しニューギニア島南岸のポートモレスビー攻略に当たらせることになった 補給場の検知からポートモレスビー占領は困難であると見ていた大本営では17軍に対して作戦研究を命じたが17軍に命令を交付するためミンダナオト・ダバオに到着した辻は直ちに作戦を実施するよう指導した田中作戦部長はこの辻の独断選考を疑問視したが服部作戦課長は現地にいる辻を信頼しこれを追認した ニューギニア東北岸のブナから島を縦断する、オーエンスタンリー山脈を越え、ポートモレスビーに至る進攻作戦は完全な、失敗に終わった。辻自身は、駆逐艦アサナギに便乗してブナ視察に向かったが、到着直前に空襲を受けて、アサナギは損傷、辻も頭部に戦勝を負った。日本に戻った辻は、ガダルカナル島の戦いにおける、イルガワとか戦で戦死した。 一木清志自家陸軍大佐が軍機を焼いて自陣したと語った。これ以後、日本軍は、ガトウの戦いとラビの戦いの二正面作戦を実施する。ガダルカナル島攻防戦でも実情を無視した攻撃を強行したのは、辻の責任であるとする説によると、ガダルカナル島での作戦の過程では、現地指揮官の川口清健県少将と対立し、参謀本部作戦参謀の立場を利用して、 川口を罷免させようとした。辻が攻撃しようとしていた場所は、すでに川口が一度総攻撃を行った場所であって、再度の総攻撃でも失敗する確率は極めて高いと思われた。しかも、総攻撃の日時は、海軍の都合で夜間に艦隊が島の周辺海域に突入できる月齢と一致させるために、戦闘準備には無理が生じ。 ジャングルの中を通る険しい道路によって大砲などもほとんど輸送できず、結局小銃での攻撃に頼るのみであった。この条件では、作戦の失敗も当然であるが、戦後、辻はこの作戦の失敗を川口側に問い、次著《ガダルカナルで、軽傷省と川口の名を伏せ、もっぱら自らの主張に沿った描写をした。辻の主張に起こった川口は、当時国会議員となっていた。 辻の地元の石川県で講演会を開いたものの、講演会は辻の賛同者たちによる怒号と野獣に包まれ失敗した。もっとも日本海軍も第四水雷戦隊の護衛下で重火器弾薬を搭載した高速輸送船6隻をガダルカナル島に送り込んだが、米軍機の空襲で輸送船3隻を喪失、ガ島に揚陸した軍需品も 米軍機動部隊の空襲と艦艇による砲撃で焼け払われてしまった。アメリカ軍が占領したヘンダーソン飛行場への総攻撃失敗を体験した兵士たちは辻に報告を行い攻撃方法の改善策を進言した。彼らは辻ならばすぐに全軍に情報を伝え迅速に対応策を練るだろうと期待していたが辻は同期の多数の指揮官の戦死などの報告を聞き 呆然としたまま迅速な対応を取ることができなかった。結局ガダルカナル戦で、辻は重度のマラリアにかかり、駆逐艦輸送作戦のため到着した、駆逐艦、カゲロ路に便場、途中撤退している、11月25日、大本営で、ガトー戦の体験談を語った。辻は、二から三個手団を潰してもガダルカナル島に、増援兵力を送るべきと主張したが、大本営は、 ガダルカナル島からの撤退を考え始めていた。なおもガダルカナル島にこだわる辻だが、大丈夫やれると主張するだけで、具体的な策はなかったという。最終的には辻もが島撤退に同意するようになったが、海軍との交渉も続けていた。1943年2月、陸軍大学校教官に移動する。一連の参謀本部の人事移動について、高松の宮信人信王は、 責任を取るようで、取らない、陸軍式ではないかと見ていた。1943年8月、大佐に進級し、品派県軍第三課長として、中国大陸に赴任した。この時、選挙区が不利になり始めたことにより、対、小介石政権講和を東条に進言。辻自らによる、重慶乗り込みによる、直接講和交渉をしようとしたが、東条をはじめ、 陸軍首脳に反対され失敗した。このこともあって、東条に嫌われた辻は1944年7月、第33軍参謀として、ビルマに赴任した。ビルマにおいてはへしゃげモ統越の戦いに参陣した。軍は、流量方面の敵に対し攻勢を起としあり、バーも、南韓地区の防衛は未完なり、水上少将は、ミートキーナをュすべしとミートキーナ守備大使揮官、 水上現像少将個人宛の指示命令を起案し、軍命令が発令。水上少将は独自の判断で、ミートキーな守備隊の残存しある将兵は南方へ、転身を命ずと部隊に脱出を命じ、自分は部隊のとかを見届けてから責任を取り自決した。その結果、水上部隊の一部は包囲網の突破に成功して、生還した。すでに第十五軍が壊滅して、 劣勢の日本軍であったが、15倍の英陰軍、及び米式装備の中国軍に対する地帯戦闘を実施した。これにより、さらに損害は増大した。この作戦以後インド国民義勇軍は、作戦地図より消滅。大部分のビルマ方面軍は、タイのシャンコ原付近に配送し終戦を迎える。辻自身は、作戦式中、寝返ったビルマ軍の襲撃を受け負傷、構想される。 第十八方面軍高級参謀として、万国において終戦を迎えた辻は、8月14日に方面軍司令官の中村昭人中将に国家百年のため潜伏することを願い出て、これを許可された。辻に対してはイギリスが戦般容疑で追及を行うことが自明であったため、方面軍幕僚内でも、この決定に不満を持つ者もいたが、中村司令官は辻を擁護し、 イギリスの問い合わせに対しては、辻は敗戦の責任を感じ自殺するため離脱した。山中において一人命を断ったと見られると虚偽の説明を行った。辻は数名の青年将校と共に、青木謙信と名乗って日本人僧侶に変装したい国内に潜伏した。元軍人が僧侶に変装しているとの情報を得たイギリスが捜索を強化すると、辻はバンコクにおける 中華民国代表部に赴いて、日中平和のため働きたいと、大見えを切り、この助けにより1945年11月に、普通院ベンチャン、ゆえ経由で、ハノイに渡り、さらにここから、飛行機で、重刑へと向かった。1946年9月に、ラーマ発生の不審死は、銃の暴発によるものであるとされたが、捜査に参加した。 イギリスの作家ウィリアム・スティーブンソンは辻が国王を殺害したと主張している。辻の辞典、先行三千里では、1945年に大を脱出し、1946年6月9日、中国では連合国であった国民党政権にかくまわれ、しかも国民党政権の国防部勤務という肩書きを与えられた。これは、小解析の特務機関である、軍統のボス、 大流の家族を過去に助けた経緯から国民党政権は辻へかなりの親近感を持っていたためだと言われる。また小解析自身も小の母が病死した際の慰霊祭を辻が以前に行ったことから辻に非常な行為を持っていた。やがて始まった中国の国境内戦が国民党に不利になり始めたことから中国に留まることにも危機を感じ、1948年に 上海経由で日本に帰国し、先犯で訴追されるのを避けて国内に潜伏する。戦友、寺院、右翼団体にかくまわれたり、偽名で炭鉱労働者をしたりと国内を点々とし、作家の吉川英治から資金援助を受けたことがある。辻は帰国直後は佐賀県の小木炭鉱で交付をしたり、全国の日蓮宗の寺を点々としていた。1949年には、 渡辺渡るや小玉吉雄のもとに身を寄せている。国内潜伏については上記のように言われているが、いずれも風雪の息を出ない。しかしはっきりと固有名詞の出る発表があった。それは次の通り、辻は1949年夏より、1950年1月までは、奥多摩の西多摩郡、ふるさと村あざしょう丹波の隠れ家で暮らしていた。ここに辻を連れてきてかくまったのは、 日だとうである。辻は、日だの援助を受けながら、陰遁生活を送り、この半年間、この家で、先行三千里を書いた。詳細は、西正サル昭和史の隠れた、ドン、当時死母丹、日だとうにある。また、辻に、資金援助をしたのは、吉川英治でなく日だとう金額は十万円。これも同書にあった。その後、1950年6月に、台湾経由で、 インドシナ半島に渡り、中国国民党のための工作を行ったが、工作は一度きりで断った。1950年に、辻は戦犯指定から逃れ、再び世に姿を現すことになった。闘争潜伏中の記録、先行3000里を発表して、同年度のベストセラーとなる。同時に、15対1もベスト10入りしている、旧軍人グループとのつながりで、反共陣営に参画。 著書を次々出版し、ベストセラー作家としての知名度を確立した。辻は、その後、印税などで裕福になっていく。アメリカの束縛から離れた辻は、第3次世界大戦アメリカ必ずフロントそれに、基づくアメリカ駐在軍全面撤退論を唱え始め、やがて GHQ や CIA などの情報機関から疎まれるようになっていく。アメリカは、 公職追放令違反で辻を追求しようとしたが、占領が終わろうとしていた時期だったためか、具体的な対応は取れなかった。追放解除後の1952年に、旧石川一区から衆議院議員に初当選、自由党を経て、自由民主党派と山派、石橋派に所属。石橋内閣時代に外遊をし、エジプトのガマール・アブドゥルナーセル、ユーゴスラビアのヨシップ・ブロズ、 中国の州恩来、インドのジャワハルラールネリューと会談している。政治家になった辻は、衆議院、議員4期目の途中だった1955年に、ソ連に視察旅行に出かける。この時辻は、ソ連の様々な人と会話をして、ソ連の実情を感破した。また、ノモンハン事件で対決した重コフと、辻は極秘に会談し、アメリカが日本に、 小笠原列島と沖縄を返還したら、ソ連は、千島と樺太を返すだろうなどの内容を話し合った。辻は次のソ連の政権は、中フとフルシチョフで争われるだろうと予想したが、実際にそうなり、フルシチョフが政権を握った。同年、岸信介攻撃で、自民党を除名されて、議員を辞職したが、参議院議員に倶え替えして、第3位で当選した。1961年、辻は、 参議院に対して東南アジアの視察を目的として40日間の休暇を申請し4月4日に公用旅券で日本を出発した辻は北ベトナムでホーチミンに会うことを望んでいた予定では1ヶ月程度の日程であったが5月半ばになっても帰国しないため家族の依頼により外務省は現地交換に対して調査を指令している辻は ラオス入りを支援した、旧日本軍兵士、現地軍将校によって4月21日に、目撃されたのを最後に消息を絶った。その後の調査によって、仏教の僧侶に扮して、ラオス北部のジャール平原へ、単身向かったことが判明している。失踪の真相をめぐって様々な説が主張された。トラカ独舎に襲われ死亡した、アジアの政治に介入するのを恐れた CIA が、 暗殺したベトナムで反共義勇軍で戦ったキューバで首相フィデル・カストロの支援工作をしているジャール平原からハノイに向かう旧ソ連の飛行機に乗ったが墜落したエジプトの大統領ナセルの軍事顧問となったなどがある。辻の失踪については1962年5月4日の参議院議員運営委員会で報告、議論がなされている。 辻がラオスで消息を絶ってから9年後の1970年4月13日付の朝日新聞で辻の消息に関する記事が掲載された。従軍カメラマンの陽光による証言によると、1961年4月に辻はパテートラオに捉らえられ、中国語なら少しわかるという辻の申し出により、中立派軍から艦界の司令部にいた従軍カメラマン、陽が通訳に借り出された。 6月頃に、要は、脱走し、ビエンチャンへ向かうのに協力してほしいと辻から報酬を引き換えに持ちかけられたが、ほどなく軍の命令により、北京へ、写真の研修に向かい、1962年3月に、ラオスへ戻った。艦海にはすでに辻の姿はなく、パテートラー王の司令官や兵士からは、辻は逃げた。要が北京に向かってから1ヶ月ほど経って、 姿が見えなくなったなどと言われた。要は、結局、1965年まで私は中立派軍にいました。辻さんの行方はついにわかりませんでした。これは私の意見ですが、変装したということがスパイ容疑を決定的にしたようです。密かに処刑されたのだと思いますと述べている。ラオスで現地調査を行った三木康平は、辻はそいをつけていたことや軍歴。 経歴からスパイと疑われ、フランス軍将校の関与により処刑されたという証言を得ている。CIA 文書によると、辻は1962年8月8日時点で存命であり、ハノイからビエンチャンに戻った後に、中国共産党に拉致され中国雲南省に抑留されていること、中国共産党が辻を改造して、東南ア戦略委員会設計部長に任命する。 計画を立てており、辻に何らかの宣言をさせて、日米関係や日本の東南アジアにおける地位に打撃を与えることを画策していること、中国共産党右派が辻を釈放して、日本政府から支援を得ようとしていること、辻が生存していることを証明するために、中国共産党は、日本政府からの人員がラオスから、雲南省に入り、辻と面会することを承諾していることが書かれている。 他、辻正信の息子である、辻徹が、香港で辻を救出するために工作をしていたことも、明らかにされている。1962年9月11日の CIA 文書によると、同年5月後半に CIA 局10日に、辻が自筆で書いたとされる封筒が持ち込まれ、同年8月24日に出た。筆跡観点、参議院議員としての議席は1965年6月の、 人気切れまで保たれていた。この間、1962年に無所属クラブは参議院同士会と合同して第二院クラブとなったため、辻は不在のまま二院クラブ所属になった。1964年、旧同士会が二院クラブを離脱して緑風会に戻ると、辻はどちらの会派にも入れず、便宜上各派に属しない議員とされた。その後、 家族の失踪宣告請求により、1969年6月28日に、東京家庭裁判所は1968年7月20日付の死亡宣告を行った。2005年に機密解除、公開されたアメリカ中央情報局の文書には、ハットリ・タクシロファイルや、辻正信ファイルが存在する。有馬哲夫は、ファイル解析の結果、辻の 先行3000里の記述は、概ね事実であるという。辻の大陸での行動は、中国国民党からの報告が CIA 文書となって残っているので、辻の活動はその文書から確認できるという。アメリカ国立公文書館で2005年から2006年に解禁された CIA の機密文書によると、CIA をはじめとするアメリカの情報機関は、戦後、辻らに接近したという。 しかし、辻を、政治においても、情報工作においても、性格と経験のなさから無価値である。機会があるならばためらいもせずに、第三次世界大戦を起こすような男と、酷評している。吉田政権へのクーデター話は、服部卓リ・郎ファイルに入っている。クーデターの指導者は、服部卓リ・郎で主要メンバーは、小玉義尾、天野達夫、本間健一郎。 妹、熊男らであるという、辻はグループを説得し、倒すべき敵は、社会党と日本共産党であるとした。グループは、クーデターの代わりに小規模の暗殺を行うことも、計画し、そのターゲットは、広川広自然であるとした。ただ、このクーデターの話はファイルで、信頼性を判断できない、情報源からもたらされた、信憑性を判断できない情報であると、評価されている。 有馬哲夫は、この情報が中国からもたらされている事実も踏まえ、中国とのつながりもある辻の一種のハッタリではないかと考えている。自分の意見は、たとえそれが上司であっても大声で直言したと伝えられる。このような態度に出られたのは他に、石原漢字のみと言われ、言われた側も、その意見に従わざるを得ない、不思議な気迫と雰囲気を持っていたという。一例として、 ガダルカナル島攻防戦をめぐる駆逐艦の輸送問題で作戦が失敗したとき、辻は陸軍参謀本部で激怒、参謀総長杉山本陸軍大将は昭和天皇に海軍の輸送失敗を陸軍側の視点から詳細に説明している。また、高級参謀は通常現地視察を行うことはほとんどないが、辻は積極的に現場に赴き、 現場の人間と会話を交わしている。このようなフットワークの軽さによって、接した人に感銘を与え、親近感や信頼を勝ち得ることに成功した。また、野門藩において負傷した兵士を置き去りにして、退却する友軍を知ったし、自ら最前線に進み負傷した兵士を背負って、戻ってきたとも言う。辻は、連隊長、隅信一郎が、第一線でビールを飲んでいるのを目撃した際に、 義憤にかられて、階級を無視して、連隊長を怒鳴りつけたとしている。杉森久秀は、辻は、新しい部署に配属されると、まず経理部に出かけて、参謀長以下幕僚たちの自動車の使用伝票と、料亭の支払い伝票を調べ上げた。これで弱点を握られた上官は、辻に頭が上がらなくなり、彼の応募を黙認する結果となったと述べている。平等主義に徹し、 正義感が強かったとされる。1942年7月23日、ポートモレス B 作戦に伴い、トラック島白地に出張。海軍専用料亭で第4艦隊司令長官、井上成美中将の艦隊を受けた際、海軍側の行為を感じつつも、芸者たちを見て、しかしそれはあまりにも、第一戦の予想とかけ離れた情緒であった、と回想している。また、 トラック白地海軍宿舎の便所や湯殿がコンクリート作りだったことに対して、このセメントで統治下を作っていたら、あんな惨めな負け方はしなかったと評した。ラバウルに移動した辻は旧式駆逐サナギに便乗して、前線視察のためブナに向かうが、治療のため内地に帰島した。同年9月下旬、ガダルカナルの戦いに関連してトラック島白地に停泊していた。 連合艦隊機関の大和型戦艦一番艦、大和へ連合艦隊司令長官山本五十六大将を訪ねたとき、物資統制にもかかわらず三階の陳貸が食卓に並んでいたのを見て不快に思い、海軍は贅沢ですねと皮肉を述べた。直後、辻は海軍側から山本長官の心遣いであることを知らされ、ゲスの心をもって原水の真意をつけどしえなかった。 恥ずかしさ。穴があったら入りたい気持ちであったと回想。山本の態度から日本海軍と日本陸軍の統率を比較して下国上の悪風が破れたる陸軍になかったと主張することはできないが、さらに一歩考えねばならぬことは、幕僚にわがままを許すのは上官の罪ではなかろうか。と反省した石川県加賀市の辻正信の引き予報編が激しく、 歴史的評価は真っ向に分かれる。前述の通り、人を引きつける個性や強い正義感とともに、軍事作戦の才能などは高く評価された。戦時中、マレー作戦で、辻は新聞記者相手の広報も担当し、記者たちは辻がよどみなく、語る名作戦の数々に感嘆し、辻を、軍の神様と歌った。畑た彦は、作戦参謀としての辻を、マレー作戦は、 高評価、バターン半島作戦も一定の評価をしている。批判的評価としては、シンガポール下京粛清事件やバターン氏の更新での職務越権命令及び戦後の逃亡による戦犯としての処罰逃れ等が挙げられている。畑た彦くひこは、野門犯事件での独断戦王と部下への責任を押し付けを批判している。大本営海軍部に所属して辻と顔を合わせてきた。 高松の宮信人親能は辻の新聞記者に対する言動を自分の手柄話と表し陸軍における下国状態質の象徴とみている戦後には GHQ から第三次世界大戦さえ起こしかねない男と危険視された半藤和都氏は牟田口蓮也と辻を非して少なくとも牟田口は自分の責任を口にしていたが辻は 自分の責任を全く考えていないと二人を対象化している。反動は戦後議員となった辻を取材した際、目の前に絶対悪というものが出現存在する気配にとらわれたと感想を記している。その一方で辻と接した軍人たち、辻の出身地の人々などには辻の軍事功績や人柄を支持し敬愛した人々が多く存在した。終戦後30年を経た。 昭和54年に辻の出身地である加賀市山中温泉に辻の銅像が混流されている。週刊新潮2006年2月23日号で辻が失踪直前に次男に託した手記の存在が明らかになった。ノート6冊に及ぶ手記には陸軍参謀本部や関東軍での生活など自らの反省が詳細に綴られているといい、専門家による分析が待たれている。 なお、辻の遺書は、モンハ藩騎士として交換された。ありがとうございます。